初の10秒とかは大事だと思うんだけど、そっから先は結局心動かすかどうかじゃん。好きなキャバ嬢がホストにドハマりしてたみたいな。青くんのお金でホストに貢いで妊娠させられたし。はい、どうもです。こんにちは、さくゆきです。カズです。何話す？フリートーク、フリートークしようか。フリートーク。お前ら大気あったわけじゃないの？一旦挨拶しか考えない、いつも。そういうこと。じゃあフリートークしましょうか。はい。何しに来たの、カズくん。いや、お前呼ばれてきたんだよ。最近広告頑張りたいって言ってたからね。本当は昨日の予定じゃなかったっけ？あ、そう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 。午前嫌だって言うから。僕起きれないんですよ。意識の低い経営者だ。我らはさ、だってね、朝4時とかから起きて頑張ってるのにね。違うでしょ、そ、寝る時間じゃないですか。いやいやいや。4時に起きてます？本当に。たまに4時に起きるよ。それはなんか年とかそういう健康、不健康の問題じゃなくて。早寝、ね、早起きで。4時？僕4時に寝てましたけどね。ウォーキングしたりして。それ健康的なんですか？ 4 時ってなんかもはや不健康な気がする。暑いんよ。6時とかになると思う。寝るのは何時なんですか？10時とかに寝る時もあれば、1時とかまでやって4時に起きるとか。3時間しか寝てないですね、うん、最近ね、いけるのよ。筋トレしてるから。いや、関係ないでしょ。最近ね、マジでやばい。性欲、食欲、睡眠欲、全部バチコーンってなってる。生きてるな。通常の5倍くらいになってる、全部が。筋トレしたら全部上がりました。全部上がった。睡眠欲はな、削れないな。それ僕のなんですけど、水。家族に広告のコンサルタント頼もうと思って、フランチャイズオーナーにクリエイティブを提供し続けなきゃいけないから。クリエイティブを提供し続けるのは青くんの役目なんだ。そっちは考えてとかじゃなくて、台本ぐらいは。さすがにこっちが考えてとかいいでしょ。それだとでも一生作り続けるってことだよ。でもさ、そうなるなとは思ったよね。 FC 始めた時に FC のオーナーから広告クリエイティブ作ってもらってみたいな話だけど、絶対これ多分3ヶ月は青くんが作ってるぞ。青くんが出るクリエイティブだからね。俺が作った方がいいのよ。マーキーは絶対俺がやった方がいい。じゃあもはや店長でよかったんじゃん。それ言わないの？いや、でもこれはうまくいってるからそうなんだよ。これ例えばなんか市場の変化とかがあれば、いや、不思議でよかったねっていう日が来る。そうそうそう。市況の変化があったりとか、事業が傾いた時に、直営だと3ヶ月くらい倒産するけど、FC だとみんながちょっとずつ痛手を負って、誰も知らないのよ。止める時もみんなで富を分け合い、貧しい時はみんなで痛みを分け合う。まあ、ミドルリスク、ミドルリターンみたいなもんね。それがフランチャイズだから。フランチャイズのオーナーたちはミドルリスク、ミドルリターンなんだけど、青くんは、ローリスク、ミドルリターンぐらいだから。めちゃめちゃいい。まあでもそれまでに青くんが培ってきたこの影響力とか集客力がオーガニックであるからってのもありますよね。今だけ見たらそうかもしれないけど、過去のあれがあるんでね。ローカル集客勝手にやっといてくださいって言っても、まあそれは動かないよなって、当たり前だよなって話になって、じゃあローカル集客をやり方は調べるから、お金だけ出してっていうスタンスに最近変えた。広告費はだからオーナーもちろんね。もちろんもちろん。さすが広告費こっち出したらもう意味わかんないよ。提案なんだけど、面で全国に配信同じクリエイティブをした方が学習が進みやすいのよ。カメラの前で言えばあなのかって話なんだけど、出して学習を貯めていった方が各 CPA は安くなる。なるほどね。むずいよね。でもね、その時の広告費の負担をどうするのかみたいな。大阪のオーナーとさ、佐賀県のオーナーが同じ分だけ広告費負担してたらさ、一番綺麗な成功法でいくなら、ここに余力がありますっていう、集客の受け入れ体制があるなら、青くんがまず直営で回してうまくいきました、で他のさ県のやつはじゃあちょっと振ってあげるよっていうのもできるわけじゃん。ここに CV したら、まあ、自分たち直営だからいいけど、福岡からだったら、福岡に CV した場合は、そっちで買った人がいる場合は、あげるよとか、まあ、お金ちょっとちょうだいとか、そこの分配動向でっていう。本部がアドアフしてるみたいなイメージね。そうそうそう。最初だってさ、それこそ福島とかでしょ？福島だったら、見てる人の限界ちっちゃくない？わかんないけど。そこで学習を積んで CP 安くしていくってなると、どうなんだろう。やってみなきゃって感じだよね。まあ、とりあえずやってみようかな。やっぱ自分の証券に広告配信してもらうのが一番、ストーリーとしてはめちゃくちゃスムーズじゃん。うちの類似オーディエンスとかのデータはあげますと。うちの YouTube チャンネルとの紐付けも行いますと。もちろんメールアドレスとかで類似オーディエンスもメタだとできますと。クリエイティブも当たりクリエイティブは提供しますと。で、自分の証券に流してねっていう風になるのが一番多分いいよね。そうだね。最初はいいと思う。青くんのチャンネルのそもそももともとロアス数百パーのクリエイティブで出てたっていうのがもうリタゲでしかないじゃん。まあそうだね。顕在層の借り取りだね。超超超顕在層。今もう受けたい。だけどたまたまセミナー見逃してたみたいな。そうをあのクリエイティブで取ってセミナーで CV したっていう話だ。婚姻届に判は押しないけども、つってやったらポンみたいなね。たちに判を押させる作業だったじゃん。だけどそれがもう結構刈り取ったよね話だから、次潜在層でってなったら、でもそれはそれでいいのよ。だって今例えばね、福岡刈り取っちゃいました。じゃあ再来月に佐賀校ができます。佐賀校は同じやり方でちゃんと刈り取れるっていうデータが取れてるわけじゃん、ある種。これフランチャイズの強みだよね。刈り取りは地域ごとに行われて、ちゃんと開校の初動はこれで取るのが一番いいっていうのが、で今潜在層の刈り取るノウハウが溜まったと。次に潜在層に対してちゃんと潜在層を教育して小掛けにしていくクリエイティブを作っていく、まあ動線も含めてね。それ
ってなるとやっぱメインは難しいような話になるけどね。フェーズが違うから開口のタイミングがね違うのよ。地域ごとの借り取りが進むってことね。あ、そうそうそう。逆にそのさ、最初の例えば佐賀港の最初の建材層を取れるフェーズと潜在層を取るフェーズを一気にやっちゃってガコーンって受講生他の講師の3倍とかじゃダメなの？それができればいいですけどね。講師の質も徐々に上がっていくのよ。だからまずは建材層のある程度良質な顧客を最初受け入れて質を上げつつね、講師の。あとやっぱコワーキングの質とかも最初の数人がその文化を決めるから。確かにな、最初の顧客っていいもんね。物理的にオンラインだったらできますけどね、一気に潜在層で何倍とかっていうのは。僕はそのパターンだったんで、 SNS での面を取っててリタゲ要素もありつつ一気にロアス高いみたいなっていうのは。でも幸い青くんは結構いろんな体験 YouTube 出てるじゃん。だから見たことある状態は基本的に YouTube 内ではビジネス系だと思う、作れてると思うから、そこに対して効果は出る確率は高いよね。そうだね。潜在層刈り取り型の広告クリエイティブはある種完成したと思ってるんだよ。じゃあ次はもう潜在層を持っていくための動線と、クリエイティブだけじゃなくて多分ね、 LINE にリストインした後の流れもちょっと変えなきゃいけないと思うから、そのうちカズくんに見てもらってですね。最初めんどくさいよマジで。いやいいよ、よくやるよなって感じですよね。僕もう1年前の自分よくやってなって思うもん。もう今だったら絶対もうなんか辛すぎて。そんなめんどくさい？だって動線組み立てる、ね、相当資産性は高いよね。資産性は高いです。僕1回作ったやつも1年間作って続いてるんで。動画の撮り直しとかもあるんだよ。もう一言一句全部これで作ったやつを30分の動画とかを最後個別相談誘導で僕してたんだけど、セミナー誘導に変えるってなってもう1回撮り直すよ。そこだけはダメなの？ちょっとずれるじゃないですか。でこれ明日撮ったらちょっとずれるじゃないですかみたいな、違和感あるくねみたいな。それでちょっと下がるのも嫌だもん。ね、そう下がんないでしょ。下がるよ、ちょっとした違和感やっぱ下がる。まあシビアだよ広告って。 SNS だったらいいよブヨーンっつって。だしなんかそこにさボトルネックあるかもしれないっていうの状態嫌じゃん。完璧に一応作っといて変数を減らしたいわけね。そうそこを定数に貸したいじゃん。ここは OK だったっていう。逆に変わったらおおってなってもう一回見て上がるかもしれない。もう一回リストインする場合もある。まあでも別に100時間ぐらいでしょ合計で変わる時間で言えば。まあそうだね。医学部の受験の勉強に比べたらもう圧倒的に楽だけどね。10日で終わるからね。そしたらちょっと10日カレンダーをブーンと押さえて時間頑張る。物理的にね計算したらそうなんですけど、他の人が100時間かかること俺大体5時間ぐらいで終わるから全然大丈夫。まあ、ある程度ね答えは出せるんで。動画撮影が一番だるいと思うけどね。ライティングはだって LINE のあれ書くだけじゃないですか。動画撮影は時短できないしね。作業効率とかじゃないもんね。逆にめちゃめちゃ早口で喋ってゆっくりに引き伸ばすもん。動画はね割と完璧なやつ1個あるからね。え、何の動画？説明会誘導の動画。それは結構自信ありげなあれなので。元々広告に頼るようにって思って1個とか作ってあって、 SNS はその動画見なくてもみんな説明会来ちゃうなっていう感じなの。だからSNS の動線はその動画見ろっていうことよりも説明会の申し込みの方が訴求強めにしてあるのよ。ついでにこの動画見ておいてねみたいな。その動画のなんか使い方変えるだけでいいと思ってるから。僕見てないんでね、ちょっと見ます。1時間2時間ぐらいの動画なの。まあ1時間ないぐらい。商品数を増やしていくっていうのができそうなの。キャンプを増やしていくのは全然余裕。動画編集キャンプ、サムネキャンプ、それができた方がいいよね。それはね全然やっていくよ。あーくんのやつでうまくいかなかったら結構きつめだけどな。確かに超いいプロダクトだからね。こんな紙プロダクトでうまくいかなかったらコンサルやめた方がいい。でもコンサルそんなしたいノリじゃなかったんですよ。ちなみにね、結構頼み込んだね。うちその潜在層の刈り取りクリエイティブが、まあ、当たりクリエイティブ3個できたらもう全国制覇よ。クリエイティブ消耗してるから作れる体制は必要。作れる体制も含めてね、作れる体制作りもちょっと頼んでる、ね、一番はやっぱこのクリエイティブを作るっていうのがマジで青くんとかそういうレベル感の人じゃないときついんじゃないかなって僕は思っちゃう。クリエイティブ作るよ全然。めんどくさいよ。1ヶ月に1個作るの結構気が遠くなると思うよ。まあ別に俺ほぼ毎日撮影してるからね。いや撮影はいいのよ。台本書くのめんどくない？まあそうだけど俺自分のチャンネルは台本書いてるから。あ、そうなんだ、うん、そうなの？え？マジ？え？そうだよ。なんで差し置いてお猿ノウハウ入れてんの？嘘でしょ？初めて知ったんだけど。え、本当に？え、フルで？あの、一言一句じゃないよ。中項目ぐらいまで。サコさんは、あれですか？ YouTube。サコさんの YouTube。こんにちは、サコユキですのタイミングで考えてるタイトル。青動画編集攻略チャンネルは、大項目、中項目ぐらいまで全部決めちゃう。一言一句書くと、めちゃくちゃノリ悪くなるの、俺。読みになるよね。俺、思うに、広告クリエイティブも、内容は小項目ぐらいまで決めて、語尾とかは俺決めない方が絶対いいと思う。最初の10秒とかは大事だと思うんだけど、そっから先は、結局、心を動かすかどうかじゃん。いくら広告がどうこうとはいえ最初の10秒は結構大事だと思う。ライティングとか言葉の一言一句が。お猿さんとかはさ一言一句作ってる感情乗せるじゃん。そういうのが一番いいんじゃない？お猿さんがなんか教員だからできるの。この生徒指導誰って思ってお前はいけるって言わなきゃいけない職業だからいけるよ。佐古さんはその点どうなんですか？一言一句読み上げるでも、無理無理無理、感情無理になる。佐古さんがめっ
ちゃ本気でセールスしてとか僕あんま見たことないんですよ。感情を乗るタイプです。興味ない女の子への LINE みたいな俺セールスとか結構見たことあるじゃん。乗ってる時のセールスエグくない？台本絶対ない方がいいじゃん、うん、俺のセールス、うん、そうだね。特に先入ってる時が一番売る。ちょっと酔っ払ってる時にねやるとめちゃくちゃ売るんだよね。サコさんが最近事業始めてからゴリゴリにセールスしたなみたいなタイミングってそんなゴリゴリセールスしないよ。ブレインとかだって売れてきますもんねいやクレームクローがだるいからな。ライティングとかよりさやっぱ乗って喋った時の方がいい話できんだよね。だから証拠もくらいまで決めて思いつきでキラーフレーズ出たりきたりとかすんのよ。やっぱ乗ってる時って編集それどうにかなんない？テロップとかちゃんと感情乗ってる感じに編集できるでしょ。 YouTube とかやっててもそうなんだけど熱量入った動画ってやっぱ伸びんだよね。いや間違いない。広告も最初の5秒10秒はめちゃくちゃ書き込んだ方がいいと思うのよ。精査しながらいろんなコピーライティングの本とかも横に置きながらでも書いた方がいいと思ってるの。そっから先は熱量を込めれるかどうかだと思ってるのよ。それはめちゃめちゃあるよね。バルクスのタライスさんの熱量でしかないからね。確かにタライスさんの熱量半端ないけどね。最初の10秒のコピーライティングとそもそも動画の企画クイズ形式にするとか構成とかは結構リサーチとかそれが大事だと思うんだけど、一言一句に関しては少なくとも俺の性格とか鑑みると証拠もぐらいで押さえた方がいいクリプリクリプリ。なるほど。まあまあ試してみましょう。テストなんでね。三上くんとかも多分俺と同じタイプで、あいつでも絶対台本あるけどね。じゃない？台本書かないんですよ。方向性だけ決めてガーッと鑑みから喋って終わるんです。あいつでもの割にそんなクリエイティブの種類ないと思ってて、うん、そうだ。あいつはクリエイティブのなんか 1,2 個ぐらいしかないんです。最初から当たったかと思うけどさ、カズ君みたいにやっぱ現実にクリエイティブ作成チームを作ってクリエイティブが定期的に量産される体制が作られてるってのは素晴らしい。素晴らしいよでも青くんの2番手が作ったやっぱクリエイティブより青くんが作ったクリエイティブが当たるのよ絶対。めちゃめちゃ当たるのよ。その1個のでも当たりクリエイティブを作っとけば、まあ、ちょっとサボりたい時があっても80点ぐらいのねクリエイティブ上げてきてくれるから。これはね、まあ、クライアントでやってきたから下が上げてきたものをちゃんと俺クオリティに上げるってことしたら得意なのよ。80点を100点にする作業はできる。当たり前になんか60点70点のものが上がってくる、それを100点にするっていうことをずっとやってきてるから、多分他のインフルエンサーよりは60点70点のものが上がってきたものを100点にする能力が高いと思う。自分が最初からゼロから作らなくてもちゃんと誰かが作ってきたものを自分が最初から作って100点のものと同じクオリティには持っていけるから期待ですね。他の体制作れるかなと思うよね。クリエイティブチームが一番むずいかもね。クリエイティブチーム一応頑張って作るわ、まあ、一応動画編集会社だしな。クリエイティブの台本作成なんてむずいの。編集はまあいけるじゃん多分。もう台本がむずいよ。台本は俺がやるよ。辛いけどね。僕は結構早々に20個ぐらい作って挫折して。台本もさスタッフに作らせてやっぱこれで落ちるよねだいぶ。落ちますよね、まあ、YouTube を他の人が撮ってるみたいなもんなんで落ちますけど、ちょっとそれでいい反応だなみたいな、あれをリメイク自分でするみたいなのとかは意外とこのクリエイティブ当たるんだみたいなのあるんで、まあ、俺新しいこと始めた時のガンってやるときやるからちゃんと。だって俺これ見てよ。え、何やったの？人殴ったのよ。キャバ嬢殴っちゃって。ゴルフついに打客になったんすね。すげえゴルフを始めたのよ。ゴルフ始めたのよ。もともとやってたじゃん。ゴルフでキャバ嬢殴ったの。いや話させてくれ俺に。俺のターンなんだよ今日は。7番俺のターンなんだって今仲良しやな我らゴルフにハマったのね。この1ヶ月毎日5時間ぐらいでした。そしたらやりすぎてバネ指って言われた。ちょっとバネ指それ治るの？三役手術。そうなんだ。自分でってこと？自分でやるわけないな痛いのどっか。今めちゃくちゃこう痛いよ。だからやっぱやめろよゴルフ今めっちゃ上手くなりたいんだけど休むことも練習って自分のこと言い聞かせてる。まだ小指でよかったね。人差し指とかだったらさできるのよ。カズ君が代わりにやってくれる僕代行やるわそれ。その時だけ呼んでくれれば任せるわ。なんで売り上げ億超えの経営者3人で集まってこんな下ネタしょうもない中学生みたいなツイッターだけ見てると佐古さんとかってそんな下ネタ話すイメージないじゃん。話してないじゃん。話してないですよね。だからこんなエッチなんだっていうのがあんま伝わってないんじゃないけど、佐古君が一番エッチだよ。いや間違いない。いやリュウケンさんじゃない。リュウケンさんはさすがにもう打ち止めじゃない。打ち止めってどういうこと？もう弾発射し尽くした結構年よ。失礼だな。いやでもさやっぱ歌舞伎町とか見てるとさ50代60代でもやることやるやつやるよね。彼らねめちゃくちゃ薬に頼ってるからね。あそうなんだ。薬に頼ってまでしたいの？うん多分ね。だからもうあくまでいくとなんか承認欲求とか愛されたいとか。薬飲むのは最後さ立つかどうかでさ薬飲んでるだけで気持ち悪いんじゃない？マインドがしたいの？性欲じゃなくて承認欲求とか支配欲とか別の欲求を求めてつる気がするね。寂しいな。じゃあ別に子供とかと楽しく過ごせばよくない？そうなったら20代前半の女の子とかって結構遊ぶ時期とかあるじゃん。本人とかといろいろ話してると性欲じゃないなって思うけどね。女の子は特にそうか。承認欲求とか女の子はどちらかというと押されてやってしまう側じゃん。チヤホヤされるのが嬉しくてホイホイついてっちゃうとか。攻めてはないじゃん。でも守りじゃん。男もじゃあ性欲で遊んでんのかって言ったら結構微妙じゃない？いや性欲でしかなくない。性欲なの？性欲なかったらだって遊ばないでしょ。でもサコさんどうなんですか？去年ぐらいそんな性欲活発なイメージなかったですよ。別に昔から活発よ。え波はないんですか？波はある。仕事頑張ると比例する。性欲も上がるっすか？そう。筋トレとかすると加速するね。俺はどちらかというとそのやりたいっていうか昔から全くない。どうなの？惚れられたいの方。惚られたい？
もうやばいよ、惚れられたい。惚れられたこともあるでしょ、でも。惚れられたことねえよ。俺、中学生の頃から字だから。何のことやらかしてるんだ。字の人って後ろでしないの、じゃあ。字って何すか、そもそも。肛門が痛いもん、簡単に言えば。開発されれば治るとかじゃなくて。開発されたら絶対悪化するでしょ。桜井、掘られたことあります？ない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 。でもね、オカマからモテるんよ。そういう場面に出くわしたことはあります？ある。じゃあ止まったんですね、そこは。止まってないよ。止まってないんですか？じゃあ入ってんじゃないですか。ちょストップしたよ、ストップした。レディーボーイとかですか？いや、普通になんか普通の男っすか？じゃあ青くんに襲われるみたいな。普通俺じゃないよ、ちなみに。これは普通に女の子1人と男の子2人と鎖国の子ね。で、結構遊んでたの。この女の子が某有名なちんともっていう子なんだけど、ちんとものことをお互い好きだった。この男の子は佐古くんのことも好きだった。おお、絶妙な三角。襲われたの？襲われてまではいかないけど、好きなんだよねみたいな。それはまだマシな方だよね。これ以上はちょっとやばいから、それぐらいにしとく。ちょっと話戻しましょう。承認欲求の話だったからね。まあそうそう。戻った。結局なんかその女遊び男遊びっていうのは承認欲求とか支配欲とか。じゃあワンナイトでいいってこと？支配したじゃん。そうなんじゃない。荒垣結衣の2回目よりも森三中の1回目っていう人いる。マジで？みんな言わない？なんかその家庭が好きとかさ、行けたっていうのが嬉しいとか、それって多分そういうことなんじゃないの？何回ぐらい耐えます？例えば1回目でちょっとダメだったとするじゃないですか、2回目誘います。そうな。絶対じゃあクロージングまではするんですね。そういう目的で遊んでたらだよ。全然じゃない。逆にこの子めっちゃ付き合いたいみたいになったら責めれないかもしれない。あ、逆にそこ3回ぐらい踏むんですね。いやー、どうだろう、人によるんじゃない。雰囲気と状況と属性を見る。属性ってか、炎上しそうだなとかだったら嫌じゃん。遊びって思われてなんか言われたりしたら炎上しそうだなとかだったらさ、あれじゃん。佐古さん女性関係で炎上してないですもんね、うん、意外と女性関係で炎上した人カズくんぐらいしかいないんじゃない。僕女性関係で炎上したことある。あれはね、僕悪くないじゃん。あ、そうだそうだそうだ、炎上した。あ、そうだ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 。僕レイナともう2年ぐらい会ってないの。1ヶ月後の物販のバーベキュー集まりみたいなのでグループ入ったら、あいついて、だから会うんですよ久々に。ちゃんと殺せよ。まあそんな話す機会はないと思うけどね、300人ぐらいいるから。次炎上するの誰だと思う、こんな関係で。あくん。俺絶対大丈夫だよ。インプレッションの数でリスクがあるなっていうのは令和の戸田界隈じゃない。そうだね。結構認知あるじゃん。なんかちょっとしたことでじゃない。とはいえ一般人とかあんま行かないじゃん。そうなの、令和の戸田界隈って一般人絶対行かないの。フォロワーとか行かないから、なると、まあ、ある程度しょうがないよねみたいな感じで炎上一回したとしても、あ、別によろしくの子とか行くんだったら別にしょうがなくないみたいな感じになる気がするんだ。何も絶対出てるし、もう余裕で。桑田さんとか。桑田さんに関しては別にさ、言ってんだもん自分で。怒りのチャンネル急上昇1位だから。急上昇1位でさ、あ、他の女の子起きないってよっつって見たね、見た見た。キャンペーンがあるよあれはとか言って。キャンペーンがあるって何？桑田さんが言い訳で言った言葉なんだけど、奥さんから家追い出されて光の家に行ったっていう動画だった。え、奥さんと何で喧嘩したんですかって言われて、他の女の子を沖縄に連れてったよって桑田さんが言ったのね。浮気したんすかって光に言われて、桑田さんが、いや浮気じゃない、あれキャンペーンがあるやって。キャンペーンがあるって本来のようにどういう意味？知らないよ。造語造語。そうなの？今ハマってる子みたいなぐらいの感じ。企業が消費者に対し自社の商品販売促進キャンペーン、もしくは企業イメージをプロモーションする際に登用する女性らしい。適当に言ったのよ桑田さん。天才的だと思うの、そのキャンペーンがあるっていう言葉は。なんとなく見つかるじゃん。その時に桑田さんが、いや違うよ、だってみんなキャンペーンガール連れてく流れだったんだよみたいな言っちゃって、もう飛び火。だって俺ら一緒にさ沖縄行ってんの表出してるからさ、キャンペーンガール連れてったのって。どんなキャンペーンガール連れてったの？俺は連れてってないよ。いろんな子から来たわ。キャンペーンガール連れてったの？例えば全員キャバ嬢で。あいつらさ、キャバ嬢の癖してメンヘラ化するからだるいよな。メンヘラ化してる感じで戻そうとしてくるから分かる。実際メンヘラではないのに、そうそうそう、本当に好きなのに他の女の子に嫉妬しちゃうみたいな感じのスタンスでかましてくんのよ。こっちも本気しちゃうから、そんなこと言われたら。本当に嫉妬してる場合もあるでしょ。でもないよ。ないの？してたら怖いでしょ逆に。仕事だよ。日々おじさんばっかり相手にしててさ、こんな若い医師免許持ってる2億稼いでる経営者来たらちょっと好きになるんじゃない？そんなもう信じないから。なんか痛い思い出があった。いやでも言われてたよ桑田さんの動画で。なんて言われてました？桑田さんの動画で、令和の虎の虎はどんなところにお金を使ってんのかみたいな動画で、一人一人林さんはこうとか、カモンさんはこうだって言って、青瀬さんはって出た瞬間に全然関係ない話し始めるの。青瀬さんはこの前歌舞伎町で歩いてた時に泣きそうな顔してて、青瀬さんじゃんって言ったら聞いてくださいよって。好きなキャバ嬢がホストにドハマりしてたみたいな。青くんのお金でホストに貢いで妊娠させられたらしい。お前はこっからどこ行くのって言われて、45行きますって言ったっていうストーリーを話されて、俺のターン終わった。なんでだよって。ただ俺痛い思いしただけじゃないけど、これどこで言っていいか分かんないけどって言いながら話してるの全部そこまで。全然ダメなんだけど、確認出しぐらいしてくれよって。そのキャバ嬢のことはどれぐらい好きだったの？兄ちゃん。ピー入れるよ。全然ダメだよ。本名の方よ、じゃあ本名の。現実だとバレるから。全然ダメです。落ち込んでんじゃん。
こんな遊べるのもマーケティングができるからですよ。その動機の人いる？こんなキャバ嬢に苦しい思いさせられたいがためにさ、マーケティング勉強してお金稼ぎたいって人。キャバ嬢に騙されたい方はぜひマーケティング勉強してお金稼いでください。人生ね、一回ぐらいキャバ嬢に騙されてかないんじゃない？男としての深みが出ないから。そりゃそうかもね。キャバ嬢に騙されて嫌だよね。もっとなんか大きい結婚先とかに引っかかってほしい。それならキャバ嬢に騙されるぐらいでいいのよ。キャバ嬢に騙されて痛い思いして、人は嘘をつくってことを学んで、大きなことに騙されないっていうのがやっぱ人間大事なことなんじゃないかなと思います。なのでぜひ皆さんね、人として大きくなって、人生が揺らぐぐらい騙されないためには、キャバクラに行って騙されてからいけないんですよ。そのためにはマーケティング勉強しなきゃいけないと。そうかマーケティング勉強したい方は概要欄にあるサコンダウンのマーケティングメールが読んでみてください。リンクをクリックしてメールアドレスに入力して送信ボタンを押したら、毎日毎日メールが届くんで毎日毎日読んでください。というわけで今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。